皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで皆さん、なんと究極のおちんぱんデッキ完成しちゃいました。いや、てかね、やっぱ完成したというよりも、これが今、マジンコやべ。いや、あのね、なんかね、プロ選手かな、なんかまあ、展開プレイヤー系の方が、ツイッターとかで、小島場なんで加工されねえの？感じで、皆さんね、言ってたんですよ。小島場が今前提として強い。で、まあ、ウィザードも、今ちょっとライトニングが流行ってきちゃってるんで、ちょっと辛いかなっていうところなんですが、まあ、割と、小島場と、ウィズと、エリポンってところで、割とライトニング枯渇的な動きもできると。そして、僕の、はい、大好きな、ね、キオスパ、もうキオスパの形ね、もうキオスパの形も作れて、なんならね、ロケット枯渇もできるんですよね。もうロケット、はい、どこに打ちますか。スパーキーに打ったらエリポン立てられる、エリポンに打ったらスパーキーで攻撃できるっていうね、組み合わせも使えます。なんでこのデッキはね、割と中型系の呪文枯渇、まあ中型から大型系の呪文枯渇なんですが、マジでチンパン、もうチンパン強い。でもさ、僕で思うのよ。チンパンとかさ、ゴリ押しって言われるじゃん。例えば、ゴジョババガゴレイジとかさ、まあ、あとはまあ、ジャイレイジとかさ、結構チンパン度高めじゃんとか、ゴリ押しじゃんみたいな、思うと思うんですけど、僕もね、うん、なんか、豪快だなとは思うんですが、やっぱエリアド取れてないと負けちゃうから。ゴジョババガゴレイジだと、まあ、急コスト使うわけよ。急コストをもしね、ウィズとかで、へえとかやれたら、4ワード取られるから。っていうところで、チンパンちゃチンパンだし、あとはまあ、その豪快だから簡単そうに見えるんだけど、すごく難しいっていうのを僕は今体感しております。なんでね、この動画を見た方はぜひともやってみてください。まあ難しいんですが、まあものすごく面白い、使ってて面白いですね。やっぱレイジとかコジババとかで豪快にタワーを落とすっていうところがね、すごく面白いです。皆さん、ジャイガゴガゴの形なんですよこれ。実は僕さ、昔、もうめちゃめちゃ昔、めちゃめちゃ昔のキオスパってジャイスパガゴガゴなんです。ザップ枯渇のガゴガゴデッキでやってたの。それがなんとここに来て復活でございます。それでは今回ですね、こちらのデッキで道路上げしていきたいと思います。それではシナゴナでございます。ボン、いただきます。関係ねえ、これマジで、うん、でもむずいんだけどね、むずいんだけどすごく楽しい。いきます。まあもうチンパン度はね、高いですけどね。いきますよ、いきます。まずは、そうですね。エリポン立てて様子見。よろしくと。で、ファイブ打ってきたら、ファイブ打ってき、え、ホグじゃね、ホグじゃね、ホグか。まあ、そうだね。どっちにファイブ打つか。結構ね、ウィザードにファイブザップ打つ人って結構多いのよ。その中で、まあ、その状況の中で、うわ、あ、そっちに打つ。やばい。いや、でもファイブ打ちましたねと、あなた。あなたファイブ打ち申しましたねと。僕はもうガゴで突っ込みます。で、レイジはどんどん打っていった方がいいです。レイジは手札が腐る要因になるんで、どんどん打っていって手札を回していく、ってことしていった方がいいです。ただちょっとね、入りませんでしたね。ここでホグはさすがに来ない。オッケー。今、相手に、ファイボがあるとしても、エリポンで、いきます。さあどう、さあどう来る、さあどう来る、さあどう来る。さあ。お？え、え、あ、これあれですね。手札回しですが、ファイボ使いましたね。枯渇デッキです。これはちなみに申し上げますと。枯渇デッキなので、まあ、今、小ジョババッカゴムでやってもよかったかなっていうのは、ちょっとワンチャンある。お、考えてますね。考えてますね。んファイ、ファイボ答えでしょ？いきます、よろしく。で、今、手札に、トルネと、トルネとアイスピアンのが嫌なんだよな。トルネとアイスピがありますが、ここで、いけ。ここで、よし、よし、アイスピがない。さあ、ここで相手ザップ持ってたら嫌だが、オッケーオッケーオッケー、相手はザップ持ってない。こういうことです、マジで。いや、これ打つな、これ打つな、これです、これです、マジで。まあスパーキーも持って、ここホグ絶対ホグ飛んでくるんで、ん、よし、オッケー。ここはウィズ出して、うん、ちょっと過剰だけど、過剰防衛するか捨てるかって感じだったな。まあ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 、とはいえとはいえ、とはいえ、とはいえ、よろしく、うん、よろしく。さあ行きます。ここで、まあなんか大型呪文枯渇ですね、これ。いや、やめてよ、ちょっとやだな、なんかこの動画チンパンやんってめっちゃコメント来そう。でも僕はね、そこにね、誇りを持ってますけどね。よろしく。結構難しいっていうのを僕は、なんかこう、体感として、なんかこう、得てるんでね。行きます。ちょ、ここはビザーだな。オッケー。頑張れ、あと一発。厳しい、苦しい。これ、ちょい。うわ、うまい。ちょい、いや、うまいな、うまいな、うまいな。うまいな。うまい。いや、ここはね、無視やな。ここ無視で。なるほどね。ここ5打ってくる。うーわ、マジか、ウッドで死ぬな。
我決める。よし、決めたい決めたい決めたい、決まれ、この思い届け、行くぞ。よっしゃ、よし、いや、いける、いや、いける、いける、ここでいける、ここで行くしかねえ、行くしかねえ、行くしかねえ、いや、よっしゃよっしゃ気持ちいいねこれ楽しいんだよマジで。いやマジね、なんか豪快じゃん。行くときはマジで行かないと負けるし、まあ攻めて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 、で守りなのよ、守りからの、まあ、ジャイアント重ねたり小島場重ねたりっていうところが強い、割とカウンターデッキ的な動きになるのかなというふうに思います。もう一回いきますよ、今の激アツだったねマジでね。いきます、ポン、さあいきます。いやこれ楽しいんだよなマジこのデッキ。いきます、よろしく、待って、よろしく、この初手はね受けかな。うん、なんか大型系来たらとりあえずスパーキーで、小物系とか来たら、これね、スパーキーかな。いや、でも、これ、待って、やべ。枯渇デッキだったら死ぬ。ロケットで、ジエンド。何デッキ何デッキ何デッキ、え、これマジで何デッキ、こう、ジャイアント重ねます。よろしく。え、何デッキだ、何デッキマジで。うわ、マジか、そういう感じか。そういう感じザウルスか。これ辛いなぁ。スケラ防衛がね、結構辛いんで、ポイズン使いましたね。スケラ防衛やられると結構ね、僕のデッキ辛いんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、今、相手ポイズン使ったんで、一旦リポン。これもうほんとに中型枯渇デッキなんで、いきます。さ、ディガーとか、ディガー来る、あのね、あ、そう、ツイッターでこの画像、デッキの画像をあげたんですけど、ディガー来たらどうするんですかみたいな質問があったんですよ。その場合は、もうほんと小島場で苦しく守るか、っていう感じですね。ちょっと苦しいっていうのはある。ここ小島場出して、ここレイジャーな。これレイジャーどんどん出していかないと、手札サイクルで負けちゃうんで。オッケーオッケー、そういうことそういうことそういうこと。オッケー。ただ、いいよ。オッケー。うん、これもうチンパード高いでしょでも、かなりね、いい感じに戦えてる。オッケーオッケー。いきます。さあ、ここでエリポンを、こう立てて。さあ、まあ、ここにはポイズン出してくるでしょうね。おそらく。いやー、これ勝ちたいな、これ勝ちたいな。いきます。ここ、うわ、マジか、そういう感じか。そういう、それはやべえ。そうだよ、普通そうだよな。いや、苦しい、苦しみ、苦しみ、苦しみの記憶を。ははは。これ、ちょっと苦しくね、苦しくね。苦しくね、これ。いや、苦しいね、苦しいね。でん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 、よろしく。うわー、ちょっと苦しめですね。ポイズン出してくると思うんで、相手、敵さんね。ここでポイズン出ししてくると思うからこそ、あえて僕は、ここで、行ってこい。いやー、これは意味ない、これやるな。で、ポイズン、ほんとレイジ腐っちゃうんで、どんどん出していかないと負けるんですよね。こういうポンで。集中。ここの防衛をしっかりすれば勝ち。何来る？どう来る？オッケーオッケー。ポイズン回ってない。あ、ポイズン今出した。であれば、これが刺さる。オッケー。いや、苦しい。ちょっと苦しみっすね。いや、いける。いける。よし、オッケー、いける。これでかい。このガゴがでかい。いきます。いや、ファイボー、一発。ふっ、よし、オッケー。よし、ここやな。で、ここでアーチャー飛んでくるんで、絶対。マジ。よし。やばい。ちょめ。いや、めっちゃ悔しいなぁ。いや、ちょっと今判断ミスっすね、僕の。いや、でもこれ、マジで面白いんで、スパーキー使いの方はね、絶対ハマると思う。なんかさ、枯渇デッキ、ホグデッキが好きなタイプの人とさ、スパーキーとかさ、ジャイアントとか、あとはゴレデッキが好きな、まあなんか、重い系と軽い系好きな人いるじゃん。僕結構重い系なのよ。で、その重い系が好きな人って、結構、ズカッといく攻めが好きだと思うんだよね。こう、形を作ってドギャンって押す戦術が好きな方多いと思うんでね。ぜひともこの戦術やってみてください。
てください。今期これでちょっとトラゲしてみようかなと思っております。で、僕このねセール買おうかなとか思ってるんですけど、ツイッター上とかではね、キュウキュさんこれ買わないんですかみたいな感じで言ってもらえてるんですけど、どうだろうな。なんか僕今売る金100連の動画で進行中で撮ってるんですよ。もう3ヶ月ぐらいかかっちゃってて、ちょっとまあ8月中結構動画撮影できてなかったんですけども、今もう売る金100連マジでお楽しみにしててください。まあそれもあってちょっとまあそんなに売る金引くともうね、大変なことになるからね。大変なことになっちゃうんで、あんま引いてない、引けないかなと思うんですけど、正直さ、ウルトラレアトークンマジでよくね。マジさ、この機能マジ半端ねえよ。無課金レジェンド道でもね、そのなんかトークンを集めるっていう作業が、すごく大事なんじゃないかなと思っております。だから、なんだろうね、このトークンは、本枠では僕そんなに機能しないかなとか思ってんだけど、ゼロレジアカウントとか、あとはまあ、清原レジェンド道とか、あとは無課金レジェンド道でめちゃめちゃ進化をね、発揮できるのではないかなと思っております。まあだからその今無課金アカウントとかだとラバハウンドとバルーンのあとフリーズのデッキ使ってるんで、まあそこら辺のスーパーレアとかをねどんどん変えていければなと思います。9月中プレゼント企画やってますんで、まだ応募されてない方ぜひとも応募してみてください。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらの青のボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知などが言って見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてじゃあおすすめ動画ありますんで、まだ見てない方ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴マジ